はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、ドリームトミカイニシャル D FD3SRX7 を紹介します。はい、しっかり見ていきます。このトミカはイニシャル D FD3SRX7 です。発売されたのは2017年だからちょっと前になるね。セブン&アイオリジナルになってます。で、イニシャル D の漫画の中では高橋圭介が乗ってるモデルだね。プロジェクト D ファイナルバトル仕様って書いてあります。で、フロントの方から見ていくとこんな感じだね。フロントスポイラーのこのワイドな感じがかっこいいね。で、ヘッドライトの部分はクリアパーツになってます。で、ボンネットの方を見ていくとこんな感じだね。ボンネットの部分はブラックで塗装がされてて結構光沢のある感じだね。ボンネットの凹凸感もかっこいいね。で、このまま上を見ていくと窓ガラスのモールの部分はブラックで塗装がされてます。で、助手席側を見ていくとこんな感じだね。やっぱりこの RX7 のこのボディラインはかっこいいね。で、タイヤのホイールの部分はこれはゴールドの塗装になってるね。いい感じになってます。で、後ろの方を見ていくと RX7 ってプリントされてて、中央の部分にはアンフィニマツダのエンブレムがプリントされてます。特にそれ以外プリントはないね。で、テールランプの部分はこれはブラックの塗装だね。で、運転席側を見ていくとこんな感じだね。基本的に助手席側と同じデザインになってます。で、上の方を見ていくとリアウィングの部分はイエローの樹脂パーツだね。で、上から見るとこんな感じになってます。内装の部分はこんな感じだね。ちょっとブラックで見づらいけど、シフトノブのあたりとかダッシュボードあたりもしっかり作られてるね。で、タイヤの方はサスペンションがついてます。で、それ以外のアクションは特にないね。ドアの開閉ギミックとかも特にないです。で、後ろの方を見てみるとマツダ RX7 FD3S 2014年の写真になってます。で、よく見るとヘッドライトの部分はクリアパーツになってて、クリアパーツの周りがブラックで縁取りがされてるんだね。こうやって見てみるとやっぱりこのイエローのボディカラーにブラックの感じのアクセントがかっこいいね。で、このボンネットの部分とかエアロの感じを見ると RE アメミアなのかな。トミカプレミアムの方にも同じような車種があるのでチェックしてみます。はい、こんな感じで FD3S の RX7 を2台並べてみました。で、このホワイトのモデルがトミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナルのタイプだね。で、このイエローのモデルは今回紹介したイニシャル D モデルです。こうやって見てみるとどちらのモデルもかっこいいね。ちょっとフロントの方から比べてみようかな。で、フロントの部分を見てみるとエアロのこの形状って形は同じなんだね。若干この辺りの塗装の違いなのかな。で、ヘッドライトのこのクリアパーツとクリアパーツの周りのブラックで縁取りされている部分も同じ感じになってるね。ボンネットのブラックの部分の形状も同じかな。だけどさすがトミカプレミアムっていうだけあって、ボンネットピンとかその辺りはしっかりとプリントされてるね。で、このまま内装の部分を見てみるとやっぱりトミカプレミアムのブルーのバケットシートはかっこいいね。で、横から見てみるとこんな感じだね。このスポーツタイプのホイールもかっこいいんだけど、やっぱり実車に近いようなこの5本スポークのホイールになると全然イメージが違うね。で、リアの部分を見てみるとこんな感じだね。結構この辺でトミカプレミアムとの違いが出てくるかな。テールランプの塗り分けとかナンバープレートのところとかマフラーの部分も若干やっぱり違いがあるね。で、シャーシの部分は
これはマツダ RX-7FD3S2014年って書いてあるから、この辺はシャーシは共通なのかな。でこうやって全体的に比べてみるとボディ形状とかは同じなんだね。リアスポイラーの形状も同じになってました。で価格の方はイニシャル D のこのモデルが700円でトミカプレミアムの方が800円だから100円の違いで結構大きな違いだね。ホイールの部分とかリアの塗り分けの部分とか内装のシートの部分も違うね。でも漫画の中に出てくる実車を再現したっていう意味合いではこちらの方が価値があるような気がします。箱の方は正面のパッケージに RX 部の写真だね。でこの部分にイニシャル D の登場人物の高橋圭介のイラストがプリントされてます。で側面の方を見るとこの部分にイニシャル D がプリントされてるね。で後ろの方を見るとこんな感じだね。講談社のライセンスシールもここに貼られてあります。はい、今日はセブン&アイオリジナルのイニシャル D FD3S RX7 プロジェクト D ファイナルバトル仕様を紹介しました。でイニシャル D の漫画の中に出てくる登場車両がこうやってトミカになるとイニシャル D のファンとトミカのファン両方嬉しいね。すごくこのイエローのボディカラーがかっこいいです。で今回はトミカプレミアムの方とちょっと比較をしてみたけど、実際このモデルの場合だとドリームトミカで以前発売されたモデルがあったね。確かそのモデルはホイールのデザインがゴールドっぽかったかな。でもどのモデルも RX7 っていうのはかっこいいね。でこのモデルは2017年ぐらいに発売されたモデルだけど、今イニシャル D のモデルはまた別のモデルでオムニセブンで予約が受付されてるね。で今度発売されるモデルは RX7 とシルビアとトレノかな。でオンラインショップのオムニセブンの方では予約の受付が終了になってたね。ちょっと人気があるのかな。2月の下旬が発売日になっているので気になる方はチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。